さんこんにちは、靴磨き芸人の奥野と申します。よろしくお願いします。はい、ということで今回の動画なんですけれども、今回はですね、こちらガチガチに固まってしまったですね、ペネトレートブラシ、こちらの洗い方をやっていきたいと思います。で、このペネトレートブラシがですね、クリームを靴に塗布するブラシになるんですけれども、クリームがですね、直接このブラシにつく分ですね、クリームの成分がこのブラシの中でガチガチに固まってしまってですね、次にクリームを塗るときにですね、固まったクリームがボロボロと落ちてきてしまったり、そういうこともあるんですね。ということで今回はこちら、そんなガチガチに固まってしまったペネトレートブラシ、こちらをですね、洗剤で綺麗に洗っていきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。それではやっていきたいと思います。まずはですね、何でもいいんですけれども、ペネトレートブラシを洗うための受け皿ですね。自分はですね、こういったワックスの缶を使ってやっていきたいと思います。それとこちら、台所用の中性洗剤ですね、こちらを使ってペネトレートブラシを洗っていきます。それではやっていきます。まずは、水、まあお湯の方がいいかな。お湯を出しまして、ペネトレートブラシに水をなじませます。そしたらこちらに中性洗剤を、まあ、1、2滴ぐらい垂らしていきます。そしたらあとはここに洗うだけですね。もうだいぶね、クリームの成分が固まっちゃったので、かなり時間はかかると思うんですけれども、このように毛先をほぐしてあげるように洗っていきます。まあ、ただ縦にばっかり圧力かけちゃうとですね、毛先が広がっちゃうかもしれないので、このように横からも圧力をかけて洗ってあげます。じゃあちょっと一旦流してみますね。まあね、かなり落ちてはいるんですけれども、長年のクリームが溜まっているのでね、あとこれを 2,3 回ぐらい繰り返していきたいと思います。手でも全然いけるな、うん、しかもなんか手の方が汚れが落ちる気がするな。さあ、ということであれから一晩乾かしたわけなんですけれども、綺麗になったペネトレートブラシはどうなったでしょうか。早速見ていきましょう。さあ、ということで綺麗になったペネトレートブラシがこちらでございます。ということでいかがでしょうか。見てください、めちゃめちゃ綺麗に生まれ変わりました。いや、もうほんと一目瞭然ですね。あれだけ古いクリームがガチガチに固まっていたブラシがですね、これだけ綺麗になりました。このようにね、ブラシの毛先がですね、以前はガチガチでしなりもしなかったんですけれども、このようにですね、適度にしなって本来のブラシの姿っていうのを取り戻しました。さあ、ということでいかがでしたでしょうか。ということでね、もう皆さんも見ていただいて分かった通り、もうクリームであれだけガチガチに固まっていたペネトレートブラシがね、これだけ綺麗になりましたよ。いや、本当にね、改めてやってみてびっくりしました。やっぱりね、古いクリームが固まってついたままになっていますと、クリームを塗布する際にですね、その固まった古いクリームのカスがですね、ボロボロと落ちてしまうことがありますので、このようにですね、中性洗剤で定期的に洗っていただきますと、綺麗でそしてしなやかなブラシの状態が保てて、快適に靴磨きをすることができるんじゃないかなというふうに思います。皆さんもですね、ペネトレートブラシがクリームでガチガチに固まってしまうということよくあると思いますので、こちらの動画を参考に綺麗にしていただけたらなというふうに思います。さあ、ということで今回もご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。